どんぐらい来ました？3000。偽物のバーバリーチックのマフラーを着用してるおばあにマフラーをすり替えられました。タバコ吸いながら俺に抱きついてきて俺の白のジャケットを焦がしたやつどうもかまいたちです。さあ本日は、はい、あなたの周りのベストオブクソ野郎。イエーイ。我々のベストオブクソ野郎ってのやりましたけど、はい、皆さんのもちょっと募集しました、はい、でたくさん来ましたので呼んでいきたいと思います。どんぐらい来ました？ 3000! すごいな、はい、その上である程度バーッと目通したやつを今ここにリストアップしてますということでございます、はい、1月4日からやることかクソ野郎なんです。正月といえばクソ野郎です。そうですか、わかりました。はい、俺のが欲しいっていう人は俺の方にこっち集まってるってことね。ほんまのクソ野郎が一発目ありますね、チネリストさん。上司に転職の話をしたら職場の人間に聞こえるように金で動きやがったこいつとかこいつの近くおったらみんな辞めてまうわ、何々金が移るなどといろいろな罵声を浴びせてきた上司その時にこんなとこ辞めて正解はと感じた。これは最悪決定ちゃうベストオブクソ野郎。IIOO さん、うん、沖縄旅行の帰りに那覇空港で別れ話をしてきた元彼。那覇から関空の間もちろん席は隣、ずっと無言ですごい空気せめて関空で言えよ。どこで言うとんねん。コウさんかな。久しぶりの再会でうわ久しぶりだなと言ってタバコ吸いながら俺に抱きついてきて俺の白のジャケットを焦がしたやつ腹立つな。なんで加えタバコしながら抱きついてくんねん。最悪や。白のジャケットスローに見えたやろな。そういや俺今日の白のジャケットだけど大丈夫大丈夫大丈夫っていうのスローに見えたやろな。10です。10や。職場に一つしかないゴミ箱を毎日数センチ単位で自分のデスクの近くに寄せてる新人ちょっとずつ寄せてきてるんだよ。ソーミーさん、マッチングアプリでいよいよ出会えた人、笑ったら上の前歯全部銀歯だった。海賊なの？マジでクソ野郎ではないですか。マリモさん、はい、携帯2台持ちの彼氏、私と電話中に歯磨きするから切るねと言い、切れてないことに気づき、もう1台の携帯で他の女に電話、うん、それもスピーカーにして電話していたから会話筒抜け、途中私と電話していた携帯が切れたのですぐにかけ直したが何食わぬ顔でお待たせと言ってきた、うん、頭丸めて謝りに来いと言ったが丸めてこなかった。この彼にはお金も貸していたし将来小説家になるとか言うし、もちろん別れた。石田家さん、入って3日ぐらいのバイト先で姉に借りたバーバリーのマフラーをしていきました。私と入れ違いぐらいで帰ってくパートのおばはん、かっこ偽物のバーバリーチックのマフラーを着用してるおばはんにマフラーをすり替えられました。次の日姉にマフラーが変わってるって言われたんですけど、〇〇さん間違えてませんかって聞いたら、そんなことないよ、あなたのマフラー私のんと違うロゴやなって思ってたもんと言われました。でもその日おばはんはまたこっそりすり替えて帰っていきました。一応返した、一応返したってですね。カキさん、店前に置いてた俺の傘を勝手に持って行こうとしたやつにそれ俺のっすって言ったら、あ、そうって言って去っていった。これはクソ野郎や。クソ野郎やな。全然なんとも思ってない。チョコさん、はい、普段は自転車通学なのですが、足を怪我して松葉杖を使いながら電車で通学していました。学校の最寄り駅が自宅の一駅先なので、つり革につかまりながら立っていると、何かあるなら声出せ。座りたいんだろ。何も言わなくても誰かが譲ってくれると思い上がるなと怒鳴ってきたおじさん。何にも言ってないの。何にも言ってへんのに変わってくださいって言って何か言われねえんだったら100歩譲ってまだ分かるけど、これはまああるあるか。ラムミカさん、はい、公共のトイレで破れたトイレットペーパーを周回遅れにするやつ。こうウィーンってなってこう、あれややこしいのな。ややこいね。どう戻り方が分かんないの。一応戻すようにはしてるね、ああいうのは。結構な時あるよ。結構な時ある、ほんまに。ビーって、ほんでもう
最初の方はこれぐらいやね、週間遅れ言うてもこれぐらいは取れるからそれでいいねんけど、だんだんこうなってきて最後なんか細いのやからもうどうしようもない時がある。早めに戻すようにしよう。ああいうのサチマルコさん、はい、大学生の頃彼氏と遊園地に行った時にお化け屋敷に入りました。ビビリな私は彼にしがみついていたのですが、お化け屋敷を出た時に握らんといてこのジャケット7万するねって言われたんでしょ。いやいや、そのなあ、うん、お前もそのデートやから張り切って7万着てきたんちゃうんかいって、うん、ほなええやんけっていうな、握らんといてもこれジャケット7万するシワシワになるよ、テンション下がるわこんなん言われたら、キャーとか言ってたやろな、握らんといて7万すんねんで。きなこさん、パン屋でアルバイトしてるとき手を滑らせてフランスパンを落としてしまったが、レジが忙しく手が離せないのでパンをゴミ箱まで持っていかず一時的にレジ下の見えないところに置いていた。後ろからフリーターの先輩が走ってきて小さな声でおい、なやこれと話しかけてきたが、お客様に対応していたため返事を返さずにいた。するとお前に聞いとんねん、なやこれと言われたので、廃棄パンですと答えたら、だったら捨てようやとお客様の前でフランスパンケツバットされた。腹立つな。腹立つな。だったら捨てようや。シマーティンさん、はい、指毛が生えていることを理由に別れ話をしてきた元彼。それは彼女さんが指毛生えてるっていうことを理由に別れ話をしてきた。でその後、女だって気を抜いたらヒゲは生えるし、ケツ毛だって生える、乳をめくれば太く長い毛だって生えてんだ。に女に夢見てんじゃねえよ短小クソやろ。え、ヒゲ生えんの女の人気抜いたら。あんま気に、そうなんや、知らなかった、ね、気使ってはるんですね普段から。やっぱり女性はいろいろいてはりますね、うん、彼女の実家の部屋に忍び込んで、うん、一日中飲まず食わずでベッドでイチャイチャした日のこと。トイレ以外は一瞬も離れたくない、食事もいらないという彼女がたびたび家族のいる1階のトイレに行くたびに、彼女の口からは惣菜の匂いがしていました。てめえトイレ行くたび自分だけ何か食ってんだろ。いやクソ野郎ではない、クソ野郎じゃない全然。お寿司さん、音楽鑑賞授業で先生が感じ方は人それぞれで正解はないから好きに感想を書いてくれていたため、うん、この曲は絶望の淵にある深い悲しみを表現していると書いたところ、それは違いますねと評価された。全然自由じゃない、恥ずかしさとか全部頑張って乗り越えていろいろこう書いたのに、うん、それ違いますね。全部正解ちゃうんか。陽介さんかな、うん、彼女ができるたびにいつも初めてのような顔でホテルの自販機の大人のおもちゃを購入し使用する俺。クソ野郎、クソ野郎やな、こんなんあんねんとかってして、うん、ちょっと長いんで抜粋して読みますけど、はい、私は今年4月に新卒で入社したのですが、入社前に聞いていた条件とかなり会社の条件がかけ離れており、2週間で退職を決意しました、うん、退職を伝えたところ、会議室に呼び出され、社長と所属していた部門のトップの方との話し合いとなり、うん、面接の時に力の限り働くと言ったよな、もっと働かないとわからないことがあるだろうなどと散々怒鳴りつけられましたが、面接の条件との違いやこの時期で分かってしまったことが多々あるのはどうなのかと思い、退社を決意してました、うん、挙句の果てに会社側はお前はここで辞めたらクズになるぞと社長が言い、すごい続けざまに部門のトップがここで会社を辞めて次の派遣会社を辞め、最終的にしがないバイトで暮らし続けるクズになるぞ、うちにもいっぱいおると言い放ち呆れてしまいました。ですが最後に社長が、うん、全部お前のために言ってるんだぞ、でないと辞めるやつにこんなにきつく言わんぞ、ほんまにええんかと言ってくれ、いろいろ思ったんですが涙を流し、でも辞めますと伝えたところ、うん、退職を認めてくれました、うん、
そしてそのまま会議室を出るときに社長にお前はやっぱりクズだと言う給料も払われなかった。最悪の会社や。去り際にお前やっぱりクズだ全然思ってないや。ブルーローズさん、うん、4人でご飯を食べに行った時に1人がボケても誰も突っ込んでくれないと言ったので、次にその人がボケた時に突っ込んだら、分かってるよ冗談に決まってるじゃんと私がバカにされて笑われたこと分かりますね。子供がまだ赤ちゃんだった頃、離乳食を食べさせるのをお願いして数分後、飽きたと言って食べさせるのをやめた旦那飽きた腹立ったやろな飽きたじゃない、飽きた、飽きるとか飽きひんとかじゃないねんっていうねそんぐらいですかね。そうですね、結構送っていただきました。お互い一個ずつ選んだらいいね。どうしようかな、クソ野郎やな。俺カキさんかな、店前に置いてた俺の傘勝手に持っていこうとしたやつに、それ俺のっすって言ったら、あ、そうって言ってさ、もう染みついてるもんねクソ野郎が、あ、そう、指毛が生えてる、うん、理由に分かれよ、クソ野郎やな。そうやったとしても言わんでええからな、かな。シマーティンさん、俺は、はい、パン屋も良かった、パン屋ね、うん、廃棄パンですって言ったら、だったら捨てようやとお客さんの前でフランスパンケツバット、何それお前言うとるいや、お客さんの前でパン捨てるとかが良くないから今置いてんすよ、見えへんとこに。きなこさんが、うん、山内さんと身長体重全く一緒ですって、クソ野郎やんクソ野郎だよ、ね、クソ野郎ではない。じゃあきなこさんにしますか。はい、わかりました。チャンネル登録お願いします。私物プレゼントなんですが、はい、ちょうどいいなと思ったのが、前回もやりました、あなたも山内になれる山内セット持ってきました、こちらシュプリームと、はい、うわ山内ジョーダンの、もう俺が被ってた帽子ですね、はい、これもプレミアですよ、売ってないんで。そしてシュプリームの、あ、いいやん、寝るシャツ、いいやん、着てた、着てるでしょ、はい、もう山内です、山内やん、もう、はい、だいぶ山内、身長一緒なんやったらほんまに山内なるやんこれ、はい、さあそして山内のチノパン、山内やな、山内のチノパン、山内やな、完全なる山内、これ山内でしょう、山内やな、はい、これであなたも山内になれます。山内すぎひん、ちょっと俺はこの山内セットを、分かりました、プレゼントします。じゃあ私は、はい、漫才スーツを、はい、あなたも濱家になれる漫才スーツを、漫才スーツ、はい、めっちゃええやん。サイン書いてほしい人はサインも希望って書いてください。服に書くことになりますけど、うんうんうん、書いてない場合はもうこのままお送りします。はい、概要欄の方にその当選した方だけ専用だけ応募フォームの、はい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 はい、ズボンにだけ書いてほしいな、そう書いてください。はい、お待ちしてます。はい。